東、久世家は、村上源氏小賀の流の公家、家族。公家としての価格は、ウリン家、新家。家族としての価格は、白爵家。家門は、ササリン道。県大納言、小賀野通圏の三男、三二、小賀野通家度によって、江戸時代初期に創設されたというが、その他、東、久世家の起源には、諸説あり。 通り稼を通県の小東瀬蘇州のことする説や、または、蘇州は、小賀の春道の孫で、蘇州の孫が通連とする説などがある。蘇州は武士になり、加藤清正に仕えていたが、後に帰楽したらしい。江戸時代の家禄は三十国三人武士。幕末の道富は、尊能上位派の小僧�下の一人で、文久三年八月十八日の政変後に、七教地を余儀なくされた。 明治維新後、道富は外国事務総督、神奈川府知事、開拓長官、自重長、元老院副議長、貴族院副議長、枢密院副議長を歴任した。明治17年と久世家は道富が白尺に除された。東、久世家は代々中納言、三義まで昇進したが大納言まで進んだことはないので、助尺内記状は死尺だったが、 道富の幕末の尊攘夷運動への貢献と政府で養殖を歴任した勲功により当初から伯爵位が与えられた。また、道富の四男、東、久世秀夫も断爵に除されている。ありがとうございます。